その足号、寄付2億7000万円に、文化祭は一般公開中止に。第100回全国高校野球選手権記念大会で準優勝した金足号、秋田市は、18日、全国から集まった寄付が、11日現在で約2億7578万円に達したと発表した。個人や団体から4万7826件寄せられたという。市とは学校関係者で構成される支援協議会で検討する。また10月に予定されている文化祭勤労祭の一般公開の中止を発表した。甲子園での活躍で混雑が見込まれ、来場者などの安全確保が困難になっているためという。キム農祭は例年、地元住民など2000人超が訪れ、学内で育てられた農作物の直売などが行われる。今年は10月21日に開催予定だった。